お疲れ様です。お疲れ様。落合陽平の10万ボルト TV。 ちょっと落合さん何やってるんですか？一人で見てるんだよ。家だよ。我々京都に、まあ、慰安旅行ですか、これは。来てるじゃないですか。この後多分みんなで飲みに行くと思うんですけど、せっかくなんで落合さんと先にポロ湯になっとこうかなと思って、ちょっと飲みましょうよ。珍しいじゃん。いや、そんなことないじゃないですか。宮田君からお誘いなんてさ、よくありますよ。初めてだよ。ということで、移動しまして今に来ました。来ましたね。いいとこだね、ここも。すごいですね。今日はもう家一棟借りてるみたいな感じですもんね、ここ。そうだから、もう我々しかいない一棟貸しですから。はい。いや、そこにちょっと慰安旅行に来たということで、僕さっきスーパー行ってきたんですよ。はい。京都の漬物を何種類か見つけたんで、それをこう食べながら、まあ、ビールでも飲もうかなと思いますんで、漬物全部で4種類ありますんで、うん、まあ、どれがなんか一番美味しいのかなとか、どれが好きかななんていう話しながら、まあ、平和的に飲んでいければいいんじゃないかなと思うんで。物の企画に関しては俺一回も断ることないから。じゃあ楽しく飲んでいきましょう。飲んでいきましょう。ということで、実は今回落合さんへの検証企画となっておりまして、ビールといってノンアルコールビールを飲ませたら落合さんは気づくのかということで、これ検証していきたいと思いますので、やっていきましょう。はい、ということで、あざーす。コップがここはないんで、コップ。ありがとうございます。じゃあ乾杯しますか。そうですね。まね、じゃあお疲れ様です。おー、あー、おー、いいね。あー、うまいっすね。うまい。朝日スーパードライやっぱいいっすね、辛口でっていう。うん、キリッとしてね。美味しいっすね。美味しいよね。漬物4種ありますんで。いや、またいいの選ぶね。分かってるね。今回はナスのからし漬け、ごぼう漬け、うん、でキュウリの浅漬けですかね。浅漬けと白菜の醤油漬けってやつですね。へー、4種類買ってきましたんで。うわ、もうシンプルにいいわ。いただきますよ。いただきます。あ、うまい。もうこれでビールか。うまい。で、僕ちょっとごぼう漬けいきますよ。うまっ。うん、うん、うまい。ごぼうめちゃくちゃいいよね。これうまいね。好きなのよ、ごぼうも。あ、いい音じゃないですか、この歯応えですよ。うまっ。このチョイスは本当にもう本当に完璧です。もうキュウリに反映させてもいいぐらい完璧やっぱ漬物はやっぱりいいっすね。これがからし、ナスのからし漬けですよ。あんま食べたことない。うまっ。辛い、辛いけどめちゃくちゃ美味しい。これだからビールにいっちまうよ。いい具合にピリピリっとした辛みがあって、でそれをこうビールで流し込むっていう、うん、この流れを、いわゆるゼロ次会っていうのをやってみたいなと思ったんで栗田さんとかは今銭湯行ってね。そうですね、ちょうどいないか。これが帰ってきたら、まあ、みんなで出ると思うんで。ビールと漬物ってあんまりやったことなかったんですけど、やっぱ死にますね、うん、これは。うまいんだよ本当。でもせんべろ企画とか、はい、ああいう企画をどんどんやって、一品とビール、一品と日本酒みたいな感じでやっぱやっていこうよ。そういうチャンネルだと思うぞ。なんか久しぶりにこう宅飲みしてる感じというか。宅飲みはね、いいですよ。全然入ってくよ。ビール割とこれになりやすくて。あ、わかる。でもね、俺もそう。なんかビールってね、来るよね。お、あ、行きましたか。いや、もうこれ以上大丈夫か。大丈夫です、うん、気持ちよくなってますか。いや、なってるなってる。じゃあもう一杯入れてきます。僕もちょっと飲んでる。本当に落合陽平の10万ボルト TV。 じゃあまあラスト1杯なんで。いやー、ビールうるさいよ。この量大丈夫かな。じゃあまあもう1杯ということで。じゃあすいませんね、本当に、はい、お疲れ様です。はぁ、間違いねえな。朝日スーパードライうまいっすよ、やっぱり。前から気になるいやいや、はい。なんでフルネームで言うの。札幌黒ラベルとか朝日スーパードライとかフルネームで言いますよなんか CM とかであるじゃないですか、朝日スーパードライって。朝日スーパードライ、グーッときとるよ、このアルコール の, この血液へのこの循環が。この中だったらどれが一番、なんかランキングというか、お茶屋さん的ランキングで言うと1位は、はい、こちらですな。ごぼうですか。
歯ごたえが完璧ですよ。で、意外性でこのナスだね。これ一番ビールに合うよ。ビールを飲むことが今までなくて、ほんとビール飲み始めたのつい数ヶ月前ぐらいですよ。最初はただの苦い飲み物、炭酸水としか思ってなかったんですけど、だからやっぱりこう大人になって、はい、今まで分からなかったこの苦み、コク、キレ、これがやっぱり大人への階段ですよ。でどうですか、いつもの味してますか。やっぱりしてるね、間違いないよね。本当に僕の気持ちが伝われば幸いですよ。触るわ。結構ガチでフォロワーになってきましたよ。いや俺もね結構来てるよ。なんかだから怪しいなって思っちゃうけどね。ワンチャンこの辛いナスが起爆剤なのかな。いやいや疑いすぎやぞ。思ったけど本当に疑いすぎですよ。何も入れてないですから。今回は本当に何も入ってません。何も入ってないんです。もう行っちゃってください。じゃあ行っちゃってください。いいっすか。行っちゃってください。もうまだある。まだありますよ。ちょっと残ってますから。まだはい。おしゃよへの10万ボルト TV。 これだけしか残ってなかったですけど、ありますやん。ありありどすやん。これですよ僕、うん、本当にこんな感じのゼロ次回がやりますか。最低じゃないですか。次回もやりたい。どうですか、お茶。いい感じにそのゼロ次回ホロウェイになりましたか。なりました。朝日スーパードライはどうでしたか。うまかったよ。やっぱり、まあ、あの裏切らないわ、はい、すごい、はい、こう包み込んでくるわ。どうすんのこれ。何にも入ってないよ。本当に入ってないですよ。本当に入ってないですよ。何も入ってないんですよ。何にも入ってない。何も入ってないんですよ。お茶屋さんのビールにアルコールも入ってないんですよ。ん。ごめんなさい、あのノンアルビールです。実はですね、本日検証企画やっておりまして、上司との晩酌ノンアルビールを出したら気づくのかドッキリということで、アサヒドライゼロですね、スーパードライではありませんでした。アルコールゼロです。ただ僕はあの本当にアサヒスーパードライいただいてまして、ちょっと酔っちゃってましたね。え、俺のは入ってない。ゼロなんで、車乗っていただいても大丈夫です。いや入ってた。あのお子様でもお飲みいただけるバグがジュースになってますので。え、じゃあ俺の今のこの感じはどういうこと。思い込み。これちょっと本当にご相談があるんだけど、マジでこれ出さないで。ダサすぎる。結構だって語ってましたからね。朝日スーパードライも言っていただいたんで。朝日スーパードライ本当にあの、いや楽しかったのは楽しかったじゃないですか今日。本当に本当に消してこれ。ちょっとなんかおでこ赤くなってないですか。いやもう本当だからいいって。もう行って、もう行く、店行こう。もう行くわ。で宮田君はもう来ないで。え、なんすか。え、一人だけアルコール飲んでるから。次回の10万ボルト TV は飲食店でした。あ、うん、おはよう。おはようございます。うまい。おはようって言えなかった。隊長会長そんなふりをしていつも酔って愛を繰り返して、解雇解雇は手並みの手誰も